さてと、先日近畿地方と関東地方をやったんですよ。今日はどうしようかな。今日はね、中国？中国四国？毛利さんやってみたいな、今日は。どの時代がいいのかな。なんとなく、これが中心に感じるんだけれど、どうかな。毛利さん行こう。国力第1位。全国模試第1位でございます。毛利さん以外に、調査壁さんね。私ね、中学の時のクラスメート、隣に座っていた男子が、血縁者でしたね。村上さん、一条さん。これは裏上さんでよろしいんですか？読み方もし間違ってたらね、訂正していただいて、どんどんお願いします。当時の読み方っていうのがあると思いますからね。別所さん、赤松さん、西恩寺さん。たくさんいるね。これは、やりこたえがありますね。3回目だもんね、地方モードね。なんで、そろそろね、やりこたえを高めていきたい。じゃあ、毛利さんで。楽しませてくれるのじゃろうな。お、三本の矢。百万一心、こんばんは。皆の心を一つに力を合わせるのだ。大河ドラマ枠って面白いな。はい、あ、小早川さんはさ、三男でしたっけ。もうほんとね、先日もお話しした通り、小学校の歴史の授業で終わってるからね。歴史っていうか、当時は社会だったもんね。社会の授業だよね。社会の中で、指導される歴史の授業ってね、歴史の部分だったと思うんだけど、確か三男じゃなかったでしたっけ。間違ってたらごめんなさい。父上、志特性ご確認ください。はい。ということで、方策を10個以上実行する。銀山ね、なんかさ、石見銀山ってあったよね。これも僕だから小学校時代の、これ授業じゃないな、なんか歴史が好きだった同級生がなんか話してたのをちょっと覚えてるぐらいだから、今から何年前の記憶よ。よく出てきたなってよ。よく出てきたな、埃かぶった記憶よく出てきたなって。確か石見銀山っていうのをさ、してなかったっけ、毛利さん。違う毛利さんだったらごめんね。それを300以上にすると。それから、水上の決戦。あ、確かさ、強いんだよね。厳島にお城を建ててさ、その辺の、だから水回りに強かったんじゃなかったっけ。これもまたね、もう何年前の知識よ。よく出てきたな。なんで、神社を5個以上所持する。厳島神社。軍事の方策を3個以上実行する。まあ流れでね。はい。ゲチよ。はい、お願いします。楽しもう。じゃあまずはね、ちょっと操作のね、おさらい。まず、金銭がね、大事だってね、チュートリアルで言っておりましたからね。これ独占って言うんだっけ。じゃあこの辺の114を。進出。かしこまりました。お願いします。喋るってのがね、楽しいですね。開発。何か開発してみる？ちょっと待ってね。今回はね、前回のね、初日、やっていないことをやってみたいのよね。だからさ、同盟軍ね、ちょっと徳川さんの時にやりかけたんだけど、なんか、攻めちゃった方が早いっていう結論に至っちゃったんですけど、今回はさ、割かし強いとこ多そうだからさ、この僕はね、警戒してるのはこの三好家ね、警戒してます。なんで、ちょっと、四国の方、こことさ、ちょっと同盟組んでみる。マイナス10だけどさ。ね。ここと同盟組んでみよう。本当はさ、こういうちっちゃいところと同盟組んでみたいけどね。じゃあ死者を送ろう。90。80、40、20、喜んで、じゃあ90で。はいはいはいって積極的に、俺に貸してくれってのがいっぱいいますけど。そうだね。じゃあここはね、おふざけせず、素直にね。じゃあお願いしようかな。
あの有名な、それ毛利さん違いじゃないの？眠りの小五郎さんじゃありませんか？ね。で、とりあえずさ、もうここと仲良くしようぜって言いながらここと戦争するっていうね。行ってみよう。警戒してる。そりゃそうだな。楽しませてくれるのじゃろうな。ね、もう戦力とか見ずにね、200人だってさ、そこに9100人で乗り込んじゃおうぜって。歩兵速度上昇、あ、いいじゃないか、いいじゃないか。じゃあちょっと無駄にやっちゃう。亀の甲より年の甲よ。シャキーンね。で、せっかくそれやったんなら、あ、うちお願いします、うちお願いしますって、まあこっちの方向に行くから、そのなんだ、到達日数的にこっちの方がいいんじゃないの。なので、兵糧のさ、生産性がすごい高いからさ、もうこれをマックスいっちゃうよ。8ヶ月で見てるよ、ちゃんと。うちもお願いしますってね。マックスいってこいよね。ここもね、アピールしてるんで、マックスいってこいよ。あ、ここやばいじゃん。ここちょっと囲まれてるじゃないか。ここさ、もう今のうちに手打っとこう。こんな風にさ、窓なりだと不安だろうから、その不安を解消する意味合いでもね、全国レベル10位のね、ここもう行っとこ。楽しませてくれるのじゃろうね。はい、んでこれか、結構強いぞ、2300、わりかし強いぞ。あそこの島に行くのとはわけが違うぜ。で、総大将は22日で着くって言ってるんで、僕はその辺ちゃんと気使ってあげるからね。遅かったじゃないかって無駄に怒られるとかわいそうだからさ。それで無駄に怒られちゃう、まあでもしょうがないから、じゃあちょっと大将に一応1日遅れます、その代わりそれなりの兵数をご用意いたしますんでってね、そういう言い回しでね、ね、だから大将よりもちょっと多めにね、ご用意しておきますんでってね、そういう感じで、うん、行ってみようか。先に行くぞ、先に行くぞ先に行くぞっていいね、いいね。はいはい、楽しいな。はい、じゃあ行ってみよう。お、落とした。さすがお父様、 AAO。そして村上さん、いらっしゃい。強そうだよ、めちゃくちゃ。村上さん仲間になるんでしょ。んで、じゃあ一部さ、入っててもらわないと。ゼロっていうわけにいかないんでしょ。部分入場なんで、部分入場要員ね。で、そのまま帰っていただいて、こんな感じ、いいんじゃないね。はい、でこうしてる間、そうだね、じゃあもう隣行っちゃうよ宣言しよう。楽しませてくれるのじゃろうね。こういうのも一気にね、一気にやっちゃおう。何、向こう結構2200人見るぞ。それは困ったね。じゃあこれぐらいで、で一番遅くて29日を OK にするんだったらさ、ちょっと待って、解除、29日 OK にするんだったらこれでなんぼ3800、ちょっと微妙だね。圧倒した方がさいいんで、ちょっと待っていただいて、この31日後のね、これでいこう。うん、我に続け。はい、多少時間かけていいよ、ここはね。はい、ガンガン行こうぜ。お、
三好家とこれは別所家でよろしいですか。11,000対2,300、やっぱすごいわ三好家。加勢いたしますか。ここはもう選べないんだ。じゃあ不参戦で。通称を結べる間柄、やった。報告します。ちょっとずつね、仲良くなっていこう。先月の収支です。ね。これより表情を行う。データ会議。この策いかがでしょう。さすが小早川さん。そしたらこれが基本って言ってましたもんね。うん、やっぱねお坊さんの話も聞いてあげたいね。こんな感じ。これにて表情を得。これが楽しいんですよ。なんで今ちょっと戦争戦が始まってるんで、この辺をね、兵糧の農兵、あ、これいいじゃん。これ募集速度上昇、今もかけてますけどね。んで絶好調上昇、いいね。交渉術とか上げたいね。どんどん仲良くなっていこうよ。絶好調、へえ。これできない？ちょっと待って、これこれ、うん、なんか自動で変わっちゃう。はい、こんな感じ。あ、まだいける？すごいね。じゃあもうここもやった。ゲチオ、はい。では商業、お、皆の者こちらの方に進出できるぞ。少ないけど、金額は少ないけど、みんなさ、ここ渡ってさ、どんな景色があるか見たいだろ。あ、すごい、他のとこのさ動きも見れるって。同時進行で気になっちゃうね。こうやって俯瞰で様子が見れるってなかなか楽しいな。ほら行ってるもん。そうこうしてる間に見る暇もなく、おおお、モグラ攻めで、ここがおすすめ。じゃあモグラ攻め、こんな感じ。はい、モグラ休まず掘り進め言ってるよ。掘り進んだ、ワープ、ディリ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 で、続きまして方位、あ、方位の時はできないんだ。じっと待つんだ。もうモグラ攻めしちゃっていいんじゃないの。モグラおめえが一番悪い。使いの者が来たようです。お、来た。どうしたどうした。講和を締結、その代わり絶対服従しますって。連合軍になろうよ。使いの者が来たようです。あ、また講和、その代わり服従しますって。いやいや、連合軍になりましょう。報告します。お、報告。逃げてったって？何人か。先月の収支です。よくわかったね。ご命令を。ご命令。うん、このまま続けていただいて、で、そういうことをしている間に、ほら、すごい進出してる。いいなぁ、いいなぁ、うどん食べたいなぁ。そういう話じゃないって。で、三好さんの動き見に行こう。別所家は滅ぼされました。やべえ、もうライバルになるぞあそこは。さらにやばい、向こうもうガリガリ来てます。不参戦で、この城もらい受ける。だ、どこが多く有能な人をさ吸収合併できるかっていうのにかかってるね。君たち優秀、君たちの中で一番優秀な人は私です。そうですか。あ、でも一応ほら挨拶に来たよ。存分にお使いください。素晴らしい、やはり見込みがあるね。一番やっぱね、技術面だけじゃなくて、こういう挨拶ができるところも含めて優秀だよね。ちゃんと挨拶に来てくれた。ここか、やばい、ガリガリ来てんじゃん。
うちだけじゃないぞ、ガリガリしてんの。だから、うちはね、ちょっとね、あれよ、仲間、なんか、ちょっともうちょっと仲間増や、うちのクラス、あ、ちょっと待って、ここさ、もう交渉したくねえ言ってるよ。いつもだったら交渉のマークをつくのにさ、まあちょっと暴れすぎたか。うちのクラスメートのさ、ご先祖様にお話をしようと思ったんだ。この城、もらっていくぜ。はい、お疲れ様。はい、で、この中で有能なのは、一番有能なのは私です、三村さん。まあその名前を背負ってるぐらいだからね、よろしく。はい、まあ三村さんに入ってもらってもいいんだけどね、監視下のもと。そうしたら、じゃあこの辺りに入っていただいて、で、あともう一旦ね、ただいまーって言っていただいてね。で、もうすぐ動いていかないとさ、早いから。交渉はできないのかい？交渉はさすがにできないんだ。ちょっと待って。じゃあさ、もう取り合いじゃん、ここ取り合い、ここ正直取り合いだよね。あ、面白い、見てください、これ。ここに合わせるとほら、線が出て、この読み方ちょっと完璧に把握していないんですが、現代の読み方ですると、浦上家というのが黄色くさ、ここと通称結んで、だ三好とはまあその商売の間柄ではあるんだね。だからそう簡単にさ、三好さんさ、ここ来ないだろ、商売してるんだから、お互いね。山名とさ、ちょっとお話ししてみる。山名さんと一緒に三好さんを攻めるみたいなさ。多分もしかしたら三好さんはさ、この浦上さん使ってこっち同盟組んでくる場合があるでしょ、なんていう想像が楽しいな。ちなみに調略やったら、あ、ここ二人裏切りそうだったよ。じゃあ今のうちにさ、ちょっとさ、やっておこうよ、今のうちに。だ、もう山名さんと同盟組んだら、ここ多分もう時間の問題で三好さんの土地になっちゃうから、その時に山名さんと一緒にここの三好さんを攻めに行こう。で、その時のこの種植えね、種植えちゃおう、父上自ら種植えちゃおうね。ね、で、それをしつつ、まあ長宗我部さんね、同盟は今更難しいでしょうから、ここにも息子自らね、種を植えていこう。こんな感じでしょうかね。ね、で、外交、山名さん、ちょっと行ってみよう。相性20丸、内藤さん。じゃあ内藤さんお願いします。早く話がまとまるといいな。じゃないと多分ね、関係性で言うとここ滅ぼしたら次こっちに来そうな気がするからね。そうなる前に連合軍で三好さんを攻めたい、そういう思惑です。今回はちょっとこの辺のね、同盟を結んで攻めるっていうのにチャレンジしていきたいと思ってます。いいね、いいね、騎馬攻撃力上昇、志、家臣の成長が早くなり絶好調が多くなる。よし、じゃあ早速そのさ、力を見せていただこうじゃないか。ちょっと軍事ってなっていこうよ。初めてちょっと書いてみた。シャキーン、シャキーン言ってるよ。じゃあ吉川さんには何、妙案がございます。ぜひお取り上げください。これにて表示を終えよう。応仁の乱、お、応仁の乱ね。応仁の乱って言うとなんだ、大内義隆さんとかが関わってる。あの、なんか毎日遊びほうけたっていう噂のある。関係ないか、私の知識をね、はるか昔に途絶えておりますからね。うん、おお、兵糧減少、足軽か、先方高速、これ大事だよね。あ、火事、鉄砲でしょ、大事でしょこれ、鉄砲は。それから、あ、何これ、あ、いいじゃんこれ。今回外交に力を入れてくからね。
じゃあここ行ってみよう。楽しませてくれるのじゃろうな。で、行軍。これは、あ、水を渡るのか。面白いな。2万人で渡った場合に毎月9400の兵糧を消費しますよって。全然いいよ。あとは、総大将をお待たせしないように28日っていうのダメだな。18、あ、いいメンバー、あ、23はダメだな。なんで、うん、いいメンバーじゃない。ここにちょっと早めに来てくれるところをね、ちょこちょこ足して、あ、1000、素晴らしいね。これでいこう。いざ参ろうか。いけいね。で、兵糧が足んなくなったら困るから、一応念のため、念のためさ、買っとこうよ。取り計らいます。あ、ごめん、すげえ、竹。でも毎月5000入ってくるんでしょ。毎月5000入ってくるんだったら、仰せの通り。どうなる？とりあえずここ攻めて、乗っ取っちゃったよ。そして、お、別所さんが揺らいでいる、三好家の。報告します。先月の収支です。お、何、長宗壁さんは四国すべて手に入れるつもりのようです。いずれ戦になるやもしれませんな。なんだって、なんだって。素晴らしいな、息子よ、息子よ、素晴らしいな、息子よ。さすが、さすがスパイ。すげえな、うちの007ですよ。すげえな。そういう情報まで書きつけたって。一応感謝状は余ってるんだったら、もういたずらに配りまくるけど。気持ちのこもってないサイン色紙のようにさ。行った行った、渡った渡った。できる息子。70日粘るな。うち米持つか。でも相手より米はあるけど、兵が多いからな。へえ。ちなみにさ、ちなみにだよ、お、どうしたどうした。宇都宮さん、絶対服従しますって。ちょっとね、その米の減りが気になるんだよね。100、とりあえず拒否しとこう。で、ちなみにさ、ちょっと早いからだ。今ね、私この今1万の軍を半分に割るってことはできないのかなっていうのを今やってみたいんだけど。あ、通称いいね、いいね。そこから始めていこう。報告します。報告ありがとう。先月、特に息子の報告、非常に重要な報告であった。はい、待ってね。まずどこ行った。うちの軍をちょっと待って、こうやって防衛にして、うちの軍、例えばこれ半分に割るってできないの。部分騎乗、部分できないのか。それはなんかパッと見半分に割って、その間に違うとこ行くっていうのはできないんだね。まあいっか。いや、よくその辺は考えないとだね。はい、じゃあ内政、うん、じゃあどんどんうどん屋さんをね。は、俺より表情を行う。出ました、営業会議。いかがでしょう。お、息子よ、提案。息子の提案。まず、まあ軍事系をね、大事にしていきたいね。ほい。お、ピカーン、さすが息子。この辺りかな。これにて表情を得よう。シャキーン。そうしたら提案力上昇、これいいじゃん。で、交渉術ね、これ何？農兵重要。お、募集速度アップ、いいね。ちなみに同盟はできないんだね。 OK、 やってくれそうだな。ちょっとそこ急ピッチで、無理言って申し訳ないんだけど、そこ急ピッチでお願いします。もっと言い方雑にするならね、なるはやでお願いします。内藤さんもそこ、あの、なるはやでお願いします。ね、あの、意外とね、爆弾点火仕掛けてるから、今導火線に火つきそうなとこがあるからさ。
おおお、三好家、もう一人、有馬さん。よしよしよし。そういうね、問題の種、言い方、現代風にするなら、いや、スポーツ風に言うなら、腐ったみかんをね、先月の終始です。用意しておくのさ。ゲチオ。はい、楽しいな。次。じゃあ、ちょっとそろそろね、効率を考えて、金額のでかいところ、134。んで、外交63ね。81、よし、確か81からだったよね、あのメーターでいくとね。そうだね。じゃ同盟念願の12ヶ月。あ、もうそれで十分。さすがお父様。我らの勝ちのようじゃ。えいえいおね、これは味方を変えればね、うちの連合軍になれますよっていうね。さてと、で、一部入っとこ。じゃあ部分入場要員として、じゃあこの辺りね、児玉さんで、あとは帰っていただくか、帰っていただくか、戦々、こういうことできるの、ここと戦々、戦々って言ってさ、スポーツマンヒップに行ってて、そのまんまそのまんまこの軍をみたいな。え、急いで集めろ言ってるでしょ。もう隣にいるんだよ隣にいるんだな。だから例えばこれをお父さんは目標設定いけるのか。うわー面白いな。はしごはしごはしごさせちゃうっていうね、面白いな。で毎月5000減ってくって大丈夫。うん、いざ参ろうか。あ、面白いね。そんなところかい。とりあえず対面は使える。あ、じゃあこの速度アップ。亀の甲より年の甲よね。はい、オッケーだよ。でお父様はその足で、その足で行くんです。なんで楽しいんだ。32日、二次会、二次会合戦。早い早い。そしてあれ、こんなところでどうしたどうした。5000人対1900人で、あ、うちが通商関係を結んだ。それはじゃあお味方します。ほらほらね。あ、同盟の申し出。父上、お気をつけてください。え、不穏な動きよ。矛先を追われてなければ、なんだって?まさか今、同盟結んだとこじゃないよね。よくぞやった。飽きないよ、始めましょう。商人よ。へえ、いいなぁ。買って与えてみたいな。特に、この、あ、配下、忠誠心よりもこの武将能力アップが楽しいな。この帽子、結構いい帽子なんじゃないこれ。昔のなんかモンスターハンター PSP の頃こういうのを被ってしてなかった。ザリガニ装備みたいなさ。なんだそのザリガニ装備って。あるじゃん、なんか浜辺に出てくる変なザリガニの素材を使ってみたいさ。ザリガニ装備みたいな感じ。これ買っとく。ザリガニ装備買っとくか。かしこまりました。これは与えるよ、頑張った人に。先月の終始です、ご命令をね。んで今ここと戦ってます。あれ、ちょっと待って。よく見てなかったんだけど、そうだよね、西園寺って言うとさ、今まさにうちがさ攻め込んでるところに入ってきたんだ。あ、欲しい?ここの土地。欲しい感じですか?そこ。いいよ。構わないよ。で、なるはや交渉はどうなってる ?72。72か。もうちょいペース上げていただきたいな。使いの者が来たようです。うん、加藤清正みたいな。実際の株、同じかもしれないね。あ、交渉の申し出、講和、それは拒否しますよ。むしろうちに加わってください。欲しています。
せぬのか。え、嫌なこったってパンナコッタだって俺の首を切ってくれってかたじけなし。はい、んで部分入場、その小さなところ、まあ、この辺かな。はい、入っていただいて、でここに今向かってんのね。3100がそこにお父様がお先みたいなことができるわけ。ちょっとそういうのも見てみたいから、行くとするか。4日後ね、我お父様は4日後に作ってよ、籠城戦行けー、いざ参ろうか。勝負何が勝負だよ、勝負。どっちが先って、うちじゃない、うちじゃね、あ、向こうが先着いたっぽいな。あ、お父様だって外で待ってるもん先月の収支です。待ってるもん外で。これより表情を行う。シャキーン。あ、彼ね、気になってたのよ、このなんていうの、顔の向き、ちょっとスーパーロボット対戦のワイプみたいな感じがしてさ、かっこいいなと思ってたんですよ、この顔の向きね。ふーみたいなね。たまにあの第3次あたりのね、エマ注意がね、食らうとね、こういう顔してたのよ、くね、ふーんって気になってた存在なんで、今回ね、採用します。これにて表示を終えよう。 F 完結編とか F のエマさんじゃないよ、3次あたりのエマさんね。ね、英才教育なんだこれは。あ、いいね、成長速度。あ、前にちょっと見たかな。うん、で神前効果、あ、これもうなるはや要因に後押しをね。うん、そんなところかい。楽しいな、ビーチフラッグス始まる。父上間に合わなかったよ、これ待ってんでしょ外で。まあ出てきたネズミをみたいな感じなのか。じゃあいいよ、じゃあお父様、歩兵じゃなくって戦線、そのまま一条家行ってみ。一条家っていうのはお城はどんぐらいあんの、ちょっともう一回見して。お城の数は、あ、結構あるな、3つもあるよ。できることならここと、これ河野さんっていうの、河野さんっていうの、ここと一緒に共闘したいとこなんだけどね。そういう予定でいたんでね。ちょっと待って、じゃあまずは内政をねしっかりやり、それからのお父さんもそのまんまね、警戒してる、全国6位。楽しませてくれるのじゃろうな。お、お味方いたす、感動。共に一条の息の根を止めようぞ。もう一条くんの息の根止めちゃったらもう大友中負けちゃうから、そういう一条じゃないって。心ばかり、心ばかり、この言葉で、ね、心ばかりの品を送らせてもらった。なんだろう、あの帽子かなあの帽子だったらちょっとかぶっちゃあれなんだけど、あ、物をくれたのよ、あれが。金銭87、兵糧232、軍馬30、鉄砲27。なんか苦しそうだねなんか心ばかりって言うとさ、結構格式高い言葉だからさ、なんか期待しちゃうんだけど、なんか向こうのさ財政難を感じるようなさものをいただいちゃったな。ありがとう。そしたらお父様そこでしょ、だお父様からわりかし近いね、多分ここ行ったらね次こっち逃げると思うんだよね。角度で採用。お、どうした、西園寺家の軍とその河野さん、河野さんが戦になった。お、籠城戦じゃないんだ。で平岡さんの活躍によって勝利したんだ。あ、おめでとう。ということで西園寺家は河野家、河野家によって滅ぼされました。全国2位、そう、もう2位とやっちゃおう。そこで楽しませてくれるのじゃろうな。来る同盟軍、助太刀する、助太刀する、ありがとうございます。助太刀するぞ、ありがとうございます。
お心ばかりの品、なんだろう。あ、増えた。あそこ乗っ取ったから少し潤ったんだな。ね、少し潤ったんだ。よし。そうしたら、行軍だよね。行軍で。あ、しまった。ウブ主何を考えてたんだろうか。あ、行けるんだよね。そうだよな、ね。そう、あったよ、あったよ。ごめん。ほら。ここまたぐから、ひょっとして行けないと思ったけど、ここのほら、同盟結んでるから、そこの土地を踏んでいくことはできるんだな。だから、多分ね、ここからこっちに来るから、59日。すげえ時間かかるね。59日かけていくか、姫路。ちょっと待って。姫路、ここか。600人。600人だけど、応援が間違いなく来るでしょう。で、耐久力が1万7000。やばくない？で、例のさ、種はどこにいんの？スザキ、ん？それ。引きた、白地。それどこにあんの？あ、ここか。ここなんだ。こことここなんだ。じゃあ、むしろここ行った方がいいのか。面白いな。そしたら、行軍で、予定ではあっちから行くつもりだったけど、ここに行った方が合流できるんだ。裏切り者と。じゃあ、そうしようか。ここに行くには50日。じゃあ、こっちの方がスマートだね。ん。で、息子が行きますよって、7日後。じゃあ、息子まあ、息子だったらそんなにね、待つことに対してね、怒んなさそうだから。お父様よりかは温厚そうだから。まあ、たくさんいればいいって問題じゃないんだけれど、兵糧の関係もあるからね。15日。これを切ると、3万5000で1万1000も毎月減っちゃうっていうのは結構でかいだよね。でかいよね。13、これがでかいのか。これ切ったら、でも、あ、でもこれがあるから平気か。これを切ったらでかくなるよね。面白いな。じゃこれも切っちゃう？ 13 日。これで、だいぶスマートな舞台になるんじゃない？あ、取り消さない。本当によろしいですか？本当によろしいですか？ノー。で、1000人だけど、はしごするからね。はしごすること考えたら、毎月9000。うん、いいんじゃない？いけ！進むのです。で、バックアップするよ。取引を行いましょう。取り計らいます。ね、わずかだけど夜分遅くによくぞ参られた。わからなくはありません。わからなくはありません。じゃあ本題に入っちゃう。 63% 3000円も結構な金額だ。もういいよ、お城あげるよ。あ、ここで今誰もいないから。あ、ここダメなんだ。ここ、あれなんだよ。大事なとこだ。だ、同じ四国のね、この辺をね。わかりました。6ヶ月以内に。もうそんなかかんないよ。すぐだよ。着いたら速攻だよ。着いたら速攻だよ。はい。じゃあ、これでとりあえず今月のやることは終わったのかな。うん。じゃあ行ってみよう。お楽しみ。さすがお父様。我らの勝ちのようで、気になる動きがあるんだけど、これはない、どうして長宗壁が入ってきたの、ここに。取り合いじゃねえか。取り合っちゃってんの、そこで。目標設定。行くとするか。じゃあここ行軍進め。で、息子はやってきた。息子やってきた。で、応援が今のところ見当たらないんだけど、そのまんまもらえちゃう感じなのかな。息子来たよ。モグラー、ゴー。そうこうしているうちにお父様が
全員仲間にしましょう。ここ行っちゃおうか。楽しませてくれるのじゃろうな。で、お心ばかりいただけるでしょ。最高だね。お心ばかりでございます。サンキュー。お心ばかりいただきました。これで面白いな。負けちゃうかもしれないけど、ついてこい。負けてしまうかもしれないけど、ちょっと行ってみて。バックアップできる？バックアップできません。そうですか、ね、まあまあ、この辺落とせたらね、ここを本拠地にガンガン行くからね、そんな感じかね。なんかわらわら集まってるよ。あ、やばい、わらわら集まってる。報告します。先月の収支です。じゃあ今のうちに、6ヶ月以内になりそうだから、今のうちにさ、ちょっと話し直う。吉川さん、吉川さん、吉川さん、行ってみよう。なるほど、馬が合う。なるほど、いいね。じゃあお城あげるよ。で、19,300vs9,300、 なかなか強いよ。さすがだね。もうちょい足す？もうちょい足すか。一応抑えで、うん、行ってみよう。いざ参ろうか。いや、楽しいな。こんばんは。密約中、文が届き、三好？お、そんな、ご報告、有馬さんから、有馬のおじいさんから、やってきた？じゃあ、今やるべき、それ。あ、違う違う、間違えた。なんか、スティックが勝手に。これで、有馬のおじいさん、決定。口を敷くことよ。サンキュー、おじいさん。終わりですか。拍子抜けです。ナイス息子。お、自害してやるってしないよ。かたじけない。落としたぞ。さて、じゃあ部分入場で小さい秋入ってもらおうか。ここがいいな。59だから、いや345って結構心持たないから、ここ入ってもらおうね。で、引き続き目標設定いいのかな。伊沢城、隣行っちゃうか。ここ行けたら上陸作戦が楽になるよ。でもちょっと強そうだぞ。大丈夫か息子よ。結構強そうだぞ相手。荒木さん、19日、だったら17日でこっちの優しそうな内政ならお任せあれみたいな感じの人にでも行こうか。出陣しましょう。ちょっと種植えとくか。エマさん、エマさん、ちょっと種植えてきて。そんなところかな、ひとまず ね, ね。で、歩兵はこのタイミングでここ取ったんでしょ。だからここをですね、ここで400人か。どうなんだ、これは強いのかね。強い強い言われてたけど。かしこまりました。お、どうなるか分かりません。直接指揮取りますか。きたー、産主ね、決戦苦手なんだけど、これも経験だからやってみようよ。負けちゃうかもしんないけど。バチ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 。うん、士気が常より下がっておりますな、敵が。うん、んで、これが楽しいのよね、こういうのね。どこにいんだろうね。見張りっていいよね。のろし、やっぱ攻撃力上昇、こういうの大事なんじゃないの。
先方ゲージ上昇。まあなかなかこの周りで戦うって難しいのかな。軍技力がもっとあればな。なんかチュートリアルの時100ぐらいあったもんね。じゃあ自動でとか、自動でやった結果どうなりました。これなんか設置されてるよ、鉄砲水。あ、じゃあここに招き入れる感じが面白いのか。で、できれば相手がこう来た時に L 字でなんかさ1500ね、だ300ぐらいのところはちょっとおとり役で、本陣が息子、あ、息子さ、息子289しかない。ちょ、息子やばい、息子の289しかない、負けちゃうかも。だからもうこれはもう彼にかかってるね。ちょっと待って、はい、回戦。伊沢の戦い、きます。だ、彼にかかってるよ。ちょっと待って、あれどうやんだっけ、ご命令を。こうやって L を押しながらとか言ったね。え、あ、L、あ、R を押した。L を押しながら、L を押しながら、こうだよね。これ何これ。罠臭いよ。罠臭いぞ。始めるぞ。ゲチよ、お覚悟願おう。で、やい要因。覚悟しておけ。君たちをやい要因ね。覚悟せよ。ね、はい。負けちゃうかもしれない。来た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 。わらわら来た。ポートわらわら。これのね、使い方がね、ちょっとわかんないんだよね。敵の居所、知れましたな。霧が出てます。ほんと？あ、こっちにもいるよ。やばい。どれが本陣なんだ。ゲチよ、始めます。ご命令を。横からだからいいんじゃないの？敵の居所、知れましたな。で、鉄砲とかあったらこういうの選んで選べるだったけど、鉄砲はないのかな。これ本陣じゃないの、これ本陣。あ、見つけた、見つけちゃった。始めます、始めます、始めます。じゃあ突撃。この命尽きようと貴様を撃つ、切り込め。吸収いないけど、おとり隊だけど、おとり隊いっちゃうか。始めるぞ。敵の居所、知れました。いけいけいけ、本陣そこだ、向こうの。ゲチ、始めるぞ。やりたい、前へ。ゲチ、ゲチ、始めます。いけ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 。やりたい、前へ。いかん、このままでは。バカな、ありえん。負けた。まかい、まずい、劣勢になってる。ウィンホン言ってる。逃がすな。これ何、これ速度アップ、攻撃敵のものを回避、速度アップ。我が部、思い知る。いけ、やりたい。かかってるんだ、ご命令。あなたにかかってるんだ。お覚悟願おう。あ、ちょっと待って、息子が後ろで息子がやられてる。息子逃げろ、息子逃げろ。始めましょうか。息子逃げろ、やりたい、負ける。気づいたら息子がやられてる。やばい、やりたい、息子がやられてる。気づいてなかった。切り込め、逃げろ息子よ。負けるとは。負けた、油断したか。負けた、敗北。やられたぜ、すっかり目先が相手の本陣に向けられてしまった。敗北しました。まさか、一気承知しております。いいよ、勉強になりました。
まあいっか。息子がマサがあんなに兵数が少なくなってるなんて思わなかったな。スタート時から病にかかってた。お、長宗壁。お、仲良くしましょう。息子さん仲良くできませんかっていいよ。ありがたきお言葉に報告します。この老いぼれに勝てぬの。さすが、さすがお父様。かたじけないね。で、部分入場484で、その勢いで息子の仇をね。彼だよ、荒木さん、荒木さん。いざ参ろうか。で、オッケー。通商条約やった。報告します。なまじ相手を知るとね、攻めにくくなるよね。これより表情を行う。お、エマさんやるじゃん。提案力上昇を提案いたしますって。やるね。これにて表情を得よう。んで、西洋医学、病被害低下。あ、これ絶対だよ。これで平賀さんが治ってくれたら。よし。で、56日かかるけど、いいよ。これは立川、立川の戦い。行ってみよう。進みます。エマさん行け。エマさん勝ったら帽子あげる。自慢の帽子を進呈しようじゃないか。ね。エマさん来た、エマさん来た、エマさん。その間お父様、お父様強えもんな。水攻め。あって、68日かかっちゃうとさ、お父様兵糧が54日分しかないからさ、え、負けちゃうんじゃないこれ。朝廷より使いの者が、なんと。話は変わるが、何かと物入りでの、なんだって、官位くれるって。どれぐらいの権威があるものかわからないけど、1万6000円ちょうだいよって。そして長宗壁さん、じゃあ長宗壁さんの味方になってみよう。助太刀に参ったぞ。大丈夫かな、42日分しかないんだけど。すごい。あ、ちょっと待って、交渉してみる。報告します。ゲチオ、お父様の軍をさ、部分的に返したらさ、もっとお米が持つんじゃない。部分騎乗でお父さん915人、ちょっと怖いなそれ。これでお米だいぶ持つんじゃない。返す。これでお父様65日。よし、これでいける、これでいけるわ。65日で64強行。もうちょっと、もうちょっと返さなきゃ。このやりくりよ、面白いなこのやりくり。部分騎乗で、あとほんのり帰っていただければ OK なんで、こことここに帰ってもらうかね。そうすることによって80日。よし、これで 64OK、 これでいける。何、長宗壁、今こそ駆けつけよう。どうした、ハッスルしてるぞ。あ、お隣へ P
ピロロー、滅ぼしちゃった。力つけてるね。お、また采配次第大丈夫かな。風でしこれもお勉強でやってみよう。エマさん迫ってます。勝負1対1、殴り合いだな。じゃあ罠、森、奈落、へえ、これがいいな。ね、で軍施設、あと13、陣、指揮、で、1、うん、これでいいよ。はい、行ってみよう。元山の戦い。ゲチよ。始めるぞ。行ってみよう。もうベタだけど、ここで待つ。ここで待とう。敵の居所。来たぞ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 。これほどと決まったー。ゲチよ、始めるぞ。やりたい。やれ。前へ。やりたい。前へ。やれ。ご命令よ。やりたい。前へ。勝負だ、殴り合い。やりたい、前へ。行きたい、前へ。しばらく天気は崩れないでしょう。やりたい、前へ。やりたい、ここで采配いくぞ。やりたい、前へ。やりたい、采配、前へ。行かない、采配。正正堂々勝負せよ。攻撃、防御アップ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。殴り合え。やりたい、前へ。うかつな。やりたい、前へ。やりたい、前へ。やりたい、敵を押しつぶせ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。霧が出てます。ゲチよ、やりたい、前へ。やりたい、前へ。やりたい、我々これの恩恵も受けてるからね。やりたい、前へ。やりたい、前へ。やりたい、長期戦で農兵に疲れが見えますな。これほどと救援を。これほど、いけ、采配。親友を決する時。なかなか操作性が難しいけど楽しいですね。戦況アップ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。優勢だってさ。前へ。今は引こう。よかったな。やりたい、前へ。これはまあすごく簡単にねやらせていただきました。1対1だもんね。勝利の光が我が道を照らしている。これはもう帽子贈呈だね。士気も上がってる。よし、大筒、大筒飛ばしちゃう。どこに。今こそ毛利家を撃つとき。何、なんか始まった。少々敵を作りすぎて、なんだこれは。主、一大事でございます。我らを撃つべく、三好家ら三勢力が包囲網を。包囲網とは特定の勢力を標的とし、複数の勢力が手を組んで宣戦布告をするっていうこと。誰が手を組んだ。まあ大体、
察しはついてるよ。あの通商同盟結んでるところともう一カ国は分かんないな。だそういうこともあろうかと我々は先月の収支です。あらかじめ同盟を組んでいたのである。どれどれ、たわけものをさ特定しようじゃないか。面白いな、今回やりごたえがあって面白いな。なんで赤いところだね。だからここ通商条約結んでるところでしょ。でここが三好でしょ。でもう一つが元山。あでもそこはさ今やってるから特に問題ないのでは。ましてやいつでもね、いつでもこの爆弾を仕掛けられるからね爆弾用意してるからね。なら特に問題なさそうだよ。伊沢城が170しかいないから、ここ息子リベンジ、息子 900? もうちょっと、あもともとここのお城がその鏡山城っていうとこ。分かった、ちょっと息子のために息子さ軍事でその鏡ここか。あずっとアピールしてる、あげてくれよって。悪かったな、あげるよじゃあ。だから少なくなるんだよね。いや面白い、深いな。で行軍で伊沢な、今はちょっとね兵数が少ないけれど今はね。息子の到着が一番遅いんだけど我々待ちますよと。ん、じゃあよろしく頼む。皆さん続いてください。オッケー、楽しみだね。あと兵糧、兵糧買っとくか。兵糧ねえじゃんちってもちょっと取りやめるかいくつか。ちょっと今見たらですね結構ピンチやで。兵糧購入、あの4500、違う、消費量が分かんないからな。ちょっと取りやめるか、どっか取りやめるか。ごめん、取りやめ取りやめ、まあいけるとこまで行ってみよう。いけるとこまで。戦力不足、やべそうだよな、帰った方がいいな。ちょっと調子に乗ったな。米がね、いやー面白い。いやようやくなんかさ悩みの種が出てきた。一回帰ろうね。で、結局全部帰んなきゃいけないんじゃないの。だから行けるとこまでなんて言ったけど、息子悪いな、今船渡ってると思うんだけどさ、一旦、あ今、ま、息子待ちか。みんなこの辺で息子待ってんだ、息子のこと。ちょっと帰ろう、一旦帰ろう、集結した後帰ろう。兵糧が底をつきました。そうだな、そう思ったよ。ごめん、一旦帰ろう。あ面白い、一旦帰ろう。で息子まあ立ってきてくれて申し訳ないんだけど、我が領内に敵が迫っております。なんだって 4300? そうなる前にチロロン言ってるよ、長い雨。そうなる前にあそこだけモブタローランドだけもらっとこうと思ったんだけど、洪水が起きてます。そっかそっか、それはちょっと真剣にやんないとな。これより表情を行う策がございます。いやー面白い。これにて表情を得よう。ということで何か面白いものありますか。高速攻撃、これにやっとくか。ゲチオ、うん、じゃあちょっと皆さんに帰っ軍の皆さん、いや帰っていただこう。みんな帰ったんだよね、基本的に帰ったんだよね。で帰った上で兵糧がありません。じゃあ兵糧を買います。先にちょっとこれやっとくか、少しでも減らそう。
なるほどな。じゃあ本題に入って、どうだ、お城欲しくないか。ここあげるよ。ね、で6ヶ月以内、今でしょ。口惜しきことだ。助かる。ちなみにさ、援軍っていうのをさ頼んだらさどうなんの。1200500貸してって言うと5000いいよ。そうすると どうなんのこの援軍、どこに来てくれるんだろう。ここに、ここにお願いしますね。でそういう風にやりつつ、あの兵糧7000持たすにはどのぐらいの、7000に対だいたい2対1ぐらいの感覚があるんで、7000人ぐらいだったら、まあ5000人ぐらいで、5000人ぐらいの兵をここに持ってくれいか。ここあ、彼が自ら、ちょっと待ってね、5000人ぐらいの兵を、これで4900つき、な、持つよね、これだったらね。で、これを決定して出陣するぞ。一応我々も我々でね、ね、やれることはやっていく。さあどうなる。わらわらわら、集まってる集まってる。お、どうしたエマジロー、忠義揺らいでます。偉いぞ。じゃあ息子自ら、この人有名人なんじゃない。じゃあお城を、今でしょ。口惜しきことだ。うわー楽しいな。同盟が期限切れました。あ、そういうの、そうか報告します。そうかそうか、面白いな。同盟、そういえば1年間だったな。じゃあもう一回さ、延長とかできないのあ、できる、すげえ。じゃあもう一回1年間延長で。面白いね、契約延長。じゃあここもやっとくか。24ヶ月、1年でいいよ。面白いね。んで敵がここに来てんだね。4300の軍、なかなかだね。目標設定、ここ出陣するぞ。行け、よろしく。よろしく。志果たすな。ナイス。決して負けはせん。よし、倒したついでに行くぞ。この100の城を取っちゃうぜ。進め。あ、やばい、兵糧が持つか我らの勝ち。よし、えいえい、おお、勝ち時を上げろ。よし、帰ろう帰ろうカツカツじゃねえか。もう全員入っちゃう。全員もう入場ね。スーパーカツカツでございますね。あとはお米ができるの待つ
面白いな。あんだけあった米が。我が領内に向かっております。何、また300の兵がやってきたって。ちょっと長宗我部さんさ、そことどめさしといてよ。もううちお米出せねえんだから。援軍はどうなってる。援軍はまだ来ないのか。長宗我部さんにそこやってもらいたかった。待ってたのにさ、その950のお米を捻出するのも大変なんだからさ。何、不穏な動きが。大丈夫、月が変わればさ、お米が変えてすぐ出陣させるよ。始めましょう。空気の読みないやつがやってきたぞ。コンペイト、これちょっと個人的に書いたい。取り計らいます。ありがとうございました。先月の収支です。ご命令を。うんね、大事大事。かしこまりました。治水、うん、そしたら取引で兵糧を買って、金がない。でも6000もあればそこを追っ払うことができる。行軍、これで、部隊編成0日3000人いいね。これでお願いします。いざ参ろうか。マキさん、ナイス。優雅な戦であったね。で、目標設定。行こうか。じゃあ我々が1400ね。オッケー、持つ。進むのだ。このカツカツな感じ。行け。報告します。先月の収支です。これより会議ね。オッケー。そしたら、うん、農業系がいいんじゃないか。よし、この3名。これにて表示を終えよう。うん。今さら農業重視宣言。落としたぞ。えらいマキさん。処遇よし、これで連合軍になれたな。で、部分騎乗も何も彼しかいないから無理だよな。なんでとりあえずちょっとどう、ちょっと待って、これもゼロでしょ。ゼロなんだよね。でこれもゼロなの。やばい、長宗我部軍来るぞ。誰も入れないぞ、だって一人だから。とりあえず騎乗してもらって、で、やばいぞ、どうしたらいいんだ。行軍で一人だけここに来るってことできないのね。ちょっと翌月の、なんだっけ、人事待ちか。ちょっとここゼロなんだけど。不在なんだけど。来るぞ。もうチューリップ開いてるぞ、ここ。絶対来るぞ、長宗我部さん。僕だったら行くよ。ご命令を。よし、じゃあまず、人事。ここにね、有能なね、有能な人材をね、送りたいと思う。お、有能。あ、でもここを置いときたいね。なんで。うん、この辺をね。5400、うん。速やかに落としていただければ。うん、お願いします。集まってる人がわらわら集まってる。サッカー平和宣言。志果たすまで決して負けはせん。今こそその桃太郎ランド欲しいんだ。この城もらい受ける。
片付けないね。でこれで岡山城いただきました。なので小さな部隊にまず、はい、一人ね、大将交代で行くぞ。出陣するぞ。お、調査壁いいぞ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 、ナイス。助太刀にも行ったぞ。いいぞいいぞ。我々もちょっとここでお茶を濁すわけにいかないよ。一気に畳みかけたいね。この城、ナイス。生かす。片付けない。ね。で、そのまま入城しちゃっていいよ。で、赤松家。赤松家を倒せば、お隣の三好に入りやすくなるもんね。理想通りだね。いや、なかなかのくせもんだね、この。楽しませてくれ。全国2位はね、ライバルだと思ったよ。助太刀する。やったー。ある意味、三国同盟。心ばかりいただきました。なんだろう、ちりめんじゃこ。お、増えてるぞ、量が。こんなもんかい。おお、これは心強い。ちなみにナンバーワンは明石さん。かっこいいね、明石さん。じゃあヘビロテでお願いします。わかりました。ありがとうございます。さすが。できる人間をこうして挨拶に来てくれるのよ。もう、見立て通り。ね。で、もう入っちゃおう。ね。OK。うんうん。何でした？何ですか？あ、コメントありがとうございます。単性に慣れてたから、うんうん。リアルタイム戦闘っぽくなって苦労しました。ああ。僕もあんまりね、まだね、不慣れなんですけど、新鮮で面白いです。78日、方位で38度とせるって、じゃあ方位でいいんじゃない？方位、めったに使わない方位。このなかなか物騒なこと言ってるぞ。ここいらで、牢をね、ねぎらおうじゃないか。はここいらで。かしこまりました。ということで、家宝を、あ、結構もともと持ってるね。この長江母子なり兜で、これ、7級品。これをですね、エマさんにですね、あげたいと思う。もう中精度はさ、20から20でね、もうマックスいってるんですけど、あ、プラス 8？ これは何？成長するってこと？成長したってこと？わかんないですけど、まあ、あげたい。よくぞ、これまで頑張ってくれた。我が息子のようによくぞ頑張ってくれた。片付けない。かぶるんだぞ。いかなる時も、かぶるんだぞ、しっかりと。やめるときも。は。取引を行いましょう。ね。ありがとうございました。で、息子もね、ちょっとねぎらってあげよう。よく頑張って逃げてきたな。な、息子にはコンペイトをね、これはもう勝手にね、うちのね、財力を使って買っちゃったんだな。3000円ぐらいで。これね、息子にあ。息子にね、まあ息子何人もいるんだけど、いるんですか、何人かね。
このね、一番汗をかいてくれてる息子にね、あげようじゃないか。コンペイトーだぞ。かたじけないことです。我らとて、えいえい、負けられぬのでな。おお、これまたすんごい、あれちょっとかっこいい系の黒田官兵衛さん101。もう汗かいてもらいます。カステラをあげよう。本当は拙者のカステラなんじゃがな、拙者がもう大事大事してるカステラなんじゃがな、これをね授けようじゃないか。カステラは好きか、かたじけなし。カステーラは好きか、ね、それからわしのサイン色紙じゃ。かたじけなし。2枚プレゼントしよう。かたじけなし。よし、これでいい感じ。あ、延長できない、延長する気がない。あ、延長する気がない。あ、じゃあとうとうそういう時来た。じゃあそういうこと言うんだったら僕長宗我部さんと仲良くしたよ。これからは長宗我部さんと共にあなた方敵対したよね。あ、面白いの。まだ三好さんとやってんのね。三好さん強いからな。でも地味に長宗我部さんも力つけてるからね。報告します。ご命令を。よし。いや、バランス、非常にバランスが重視されてますね。やっぱおろそかにできないね、お米はね。かしこまりました。あのおせおせムードが停滞してしまった要因、最大の最たる原因がお米だったものね。今はまだ同盟関係数ヶ月結べてるんで、僕らも三好さんとこ行っちゃうね。三好さんとこ行っちゃうんだけど、うん、行っちゃうか。9月まであと6ヶ月、6ヶ月間でやれることをやろうね。なんで先生、三好さん、三好さんは全国まだ第2位なんだ。楽しませてくれるのじゃろうな。よし、助立する。これでね、お心ばかりをいただくんです。いただいた、助かるね。ね、で行けるとこだけ取っていこう。ちなみに鉄砲とかは、鉄砲持ってきたくないって、これ自動設定だと鉄砲を使いたくねえよって言うんだね。馬も使わねえよ言ってんだ。へえ、ここを使うって。8200頭使わせていただきまして、やるな、加入したてでしょ彼。大胆だな。はてか、ここでマイナス8200全部お前さんか。8200俺様が使わせていただきますって、すげえな。ちょっと鉄砲使ってこいよ、ね、か鉄砲あんまり好きじゃないのかもしれないっていう理由があるかもしれないけどね。いいよ、どんどん使ってもらって。だって総大将はいるんだからね。で、兵糧を持つね。 OK、 進めいや楽しいな。で、超力10ね。 OK、 行ってみよう。集まる。心差し、平賀さん頑張って山間と戦っていたんですが、長い日照り、おお、干ばつが起きました。あ、でもここ治水の効果で回避、面白いな。これより表情、民が苦しんでいる。ではこのような策はいかがですか。だって民がね、干ばつで苦しんでいるところ、鉄砲はいかがですかって言ってるよ。鉄砲か。お、ガリガリ来てるね。じゃあ数は少ないけど気に入った。これに
て表示を終えよう。大馬さんの生産。そしてお、いいねいいね、農作業改革。んで、ここになんか新入り重視ってのあるじゃん。この新入り重視いいね。ん？月曜。はい、商業。かしこまりました。さぬき。取引を行いましょう。で、ちょっと買い足しましょう。ありがとうございました。ね。うん、そんなところかな。総大将やっちゃえ。勝つなんてことは分かっています。さて、次だ次だ。AAO。総大将は捕まえることできなかった？かたじけない。よし。で、ここゼロなのでいつものように少し入っていただいて。少しね、33、いいね。鉄砲隊で目標設定、こちらへ。お、荒木さん、荒木さんいるよ。彼強えからだ。出陣する。まあ主に我々が自滅したっても言えるんですけどね。お米が底をついてね、お米の大切さをね、三好さんから教わったよ。おお、ずつボカーン。おお、いった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 、一気に。で、みおさんと長宗亀さんが輪を結び、まあ長引くとな。おいおい、こんなもんかい。やったー、お米さえあればね。かたじけないね。で、じゃあ入っててもらおう。で、今7900の軍、ここまとめていけたりする？行くぜ。296。進め。お、兵糧2万手に入れました。病にかかっちゃった？同盟、期限切れ。いいでしょう。まもなくね、行きますんで。先月の収支です。共通の話題、やっぱ内藤さんに言ってもらおう。お金は払えないからね。うん、じゃあこちらを。お願いします。我に続け。援護射撃しようか。いらないかい。密約中の分、あ、踏み届いた。じゃあやるか。これ口を敷きことよ。使いの者が764から164まで減りました。山名家から従います。だって、え、毛利家への、え従いますって無条件で。どうします、皆さん。これ従います言ってるよ。この従いますっていうのがどういう感じになるのか知りたいから、受けてみても面白いんだけど。例のほら、同盟の時のお心ばかりはありがたかったんだけど、援軍を要請した時にあんまりはっきりとした効果が見えなかったんですよね。ちょっと見てみよう。向こうからさ言ってきたって面白いね。弱い相手にも容赦はしないぜ。かたじけない。例えば援軍ってやったらタダでいろいろくれんの？
1200円くれってただじゃないんだそういう感じでもないのか、そういう感じでもないんだな。亀の甲より年の甲よ。うん、まあまあまあちょっと見てみよう、どうなるのか。さすがです、さすがですね。うん、じゃあ次行きます。伊沢城行くか。我に続け。息子が悔しい思いしたね。で同時進行で手段は選ばない。すごい強い。勝つためならば。かたじけない。この城もらっていくぜ。逃がします。かたじけない。うん、これぐらいでやってほしいな。出陣するぞ。あ、村上さん覚えてるよ、最初の方でね、いかつくてパワー系がななんて思って。志三本の矢、いぶし銀、解放。負けてやるわけにはいかぬ。瞬殺。じゃあ入ってていただいて、行くぞ。ラスト進むぞ。桑野城にて一揆が起こりました。今月は桑野城の農民に指示はできません。面白い。三好のとこの領土だな、今獲得したばかりの。これがいわゆるあれか、戦争が戦が長引くとっていうところの影響力だね。そして長宗我部さんとの同盟が期限切れとなりました。まあいいでしょう。あれ殿、ご覧くだされ、大量の魚が。瀬戸の魚は天下一。こういう桃太郎電鉄のさ、社長さんみたいなそういうイベントがあるわけ。決算が楽しみですなみたいな。この城もらい受ける。えいえいお。まさか三好がこのタイミングでね消えるとはね、最後までライバルになると思ったんですが。んでナンバーワン、お、彼がナンバーワン。荒木さんも入ったな。お、これは強いよ。お、荒木さん自ら見込んでたよ。72。自分のところに一番低いとこはチュートリアルでね、60が一つの目安って僕。あ、でもうち結構頑張ってる方じゃん。57だもん下はね。だからあれだ、行きます、行きますよ。なのでここで長宗我部さん行くか。じゃあこれで60、62日もかかるって。へえ、結構険しいんだねここね。なんか窓なりだからすぐ行けると思いきや、これ、ああでもこれ大変だよ。ゼルダの伝説のリンクくんだってこれ登るの大変だもん。これリーバルトルネードくださいって感じだよね。
そういうイメージを持っていけば。そっかそっか、じゃあ分かった、素直に。この52とか40、いきなりここ行くとな、減りそうだけど、ここ行くか。じゃあ一番44日と少ないから、あ、30日あるじゃん。どっちにしろ来るのか。じゃあこの30日に2万1000人を持っていくか。1日でも早くお父様にありがとうございました、いいご報告がしたいというのがありますんで、宣言しちゃえ。楽しませてくれるのじゃろうな。そしてお心ばかりをいただく。ね、なんでここ挟んでるから、ここ取っちゃう、まずね。綺麗だね、本当に。Google マップで遊んでる感じ。じゃあ一部入っていただいて、600人で引き続き目標設定。手を打ちましょう。説得武将。じゃあ息子自ら。あ、ちょっとね、相性とかあったね。相性丸ついたなったけど、おおお、この熱いなこれ。まさか幸福を促しに、そのまさかである。あ、かぶった。かぶった。城が明け渡され、各武将は所属勢力に戻るか、毛利に下るか任意で選ぶ。あ、面白いね。全面解放。城が明け渡される代わりに全武将が解放される。へえ、じゃあ全面解放選んでみる。我々もなめられたものよ。じゃあさよなら。父上自ら出向くべきだったかな。この城もらい受ける。息子最近いいとこないな。あの伊沢での戦いに敗れて以来、いいとこないな。出だしはね、もう最高だったよ。行くぞ。まだこんな、こんなに兵数を用意できるの、この100、200、100でそんなに用意できるって。緊急募集だね。終わりですか。拍子抜けです。んで、お、息子終わらせたか。東洋罰、なんとなんとなんと。まあ解放しよう。かたじけない。交渉はできなかったけど、仕事はね、成し遂げてくれた。お疲れ様。なので帰りましょうね。あと2箇所ね。オッケーオッケー。勝ち時をあげろ。ナイス、いい仕事した。わお、ナンバーワン男。あれ、解放したと思ったらこっちに来ていて、捕まるためだけにこっちのお城にやってきて捕まってくれた。ありがとうよ。そうしたら、あの緑のところとさ、手を切るか。ピロロン、もう目前だね。楽しませてくれるのじゃろうな。じゃあまずはお隣鳥取、
上限が12,000。オッケー。そこへ容赦なく41,000で行くって。41,000で行って一気に終わらせるっていうのは面白いな。言われてるぞ、黒田さんから。黒田さんから遅えよって言われてるぞ。君たち遅えぞって言われてるぞ。で、ちょびっとだけね。まあ、入れる必要ないのかもしれないけどね。もう、他、ここにひょこんって入るような勢力ないから。いざ参る。ね。次。もうあとちょっとだね。進め。さあ、どっちが早いかな。報告します。ご命令を。どっちが早く終えるかな、仕事を。かしこまりました。取引を行いましょう。仰せの通り。ね。どうだい？まだ時間かかりそうだな、そこ。黒田さん早いから仕事が。ちなみに交渉ってのもやっとこうか、同時進行で。うん、作品によってトライと武将を味方にするにも交渉が必要。ここを、あ、終わったか。お疲れ様。なもんかい。 AAO。 かたじけない。よし、で疲れてるところ入っていただいて、いよいよラスト。進め。おいおい、こんなもんかい。 AAO。ということで、中国四国地方統一、手ごわかったぜ。そして またまさか目を細めるのかい。目細めちゃいました。これか、ホイダ元清。あ、ホイダ元清は息子だったのか。失礼失礼、てっきりさ、もう三兄弟のイメージがあったから、私ね、これもしょうがない、私日本史は小学校で止まってるから、だから三兄弟だと思ってたからね。でも僕の中ではその3人目は小早川の姓を持ってるっていうのをちゃんと知ってるっていうのは、我ながらちゃんとよく覚えてるなっていうふうに自分でね思ってたんだけど、四男がいらっしゃったんですね。どうりで優秀なのよ。もうだって息子ではないんだけど息子のように扱い、途中から息子以上だなと思い始めてって時期があったんだけど、息子だったんだよ。